準備できたクラちゃん。もう大丈夫か。オッケー。現在夜の10時。クラちゃんは今から初めての一人旅に行くそうです。ワポリみたいな感じで見せられても。お調子行くかい。うん、そろそろ行くわ。いやそうやな、もう時間やもんな。うん。送っていくぞ。なんなんで今日はね、うん、夜行バスに乗るんですよ。もうかれこれね10カ国以上海外行ってるくせに、お一人で初めて飛行機乗って旅に出ると。そういうことよね。そう、人生初めての一人旅。うちに会いに行くために私は飛行機に乗る。そして北海道へ行く。まーちゃんが今日から3日間ね推し活でちょっとね初めての一人旅に行くそうなんで、はい、久しぶりにねこの3日間別行動するっていう。そう、おのおの、まあ自由に過ごすっていう感じ。まあ私は推し活してるだけだがな。ガハハ。オタク特有の笑い方。ガハハハ。そんなオタク別にそうやって笑うわけじゃない。そうなの。ツイッターとかみんなそんな感じで笑ってない。ガハハ。あとね、ちょっと僕のね今顔が赤いのはね、はい、あのこれ途中にダーマペンのせいなの気にしないでください。そうです、気にしないでください。すごいパンパンに腫れてますけど。パンパンですけど。はい、あの殴られておりません。とりあえず名古屋駅で深夜バス、はい、夜行バスが出発するそうなんで、うん、送迎してきます。お願いします。おー名古屋駅だ。来ましたね。いやー夜中に来んの久しぶりやね。めっちゃ久しぶりだよね。マーコンからな、夜にこんなとこ。マーコン寂しい。こんちゃん、いや寂しい。あいちゃんでもなんかね嬉しい。あいちゃん嬉しいの？推し活とはいえね、うん、あちゃんが一人旅をするようになるだなんて。あんな一人旅ってか、まあまあ旅行ぐらいかな。あのあちゃんがまさか一人旅をするよ。そうだね、飛行機自分で乗っていくわって言ってね。成人式の娘を送り出すかのようだよ。あーすごいね、こいちゃん。じゃあないちゃん。じゃあね、こいちゃん、バイバイ。じゃあね。あ、気をつけてね。してくるわ。あれさっきはね、なんかいい感じやったけど。はいよ、楽しんでね。はい、なんかいろいろ気をつけてね。なんかいろいろ雑だな。なんかあったらリュック持って外出るんだよ。あ、地震とかね。はい、バイバイ。玄関出したからね。お味噌汁飲むよ。バイバイ、ありがとう。旅立ってしまった。まあね、推し活なんでね、まあ満喫してきてくれたらなと思いつつ、私はね、もう夜遅いんでね、明日に備えて今日はまた寝ます。では来ない。もう来てもいい気がするんだけど、場所ここで合ってるかな。夜行バスなんてもうずっと乗ってない。来た来た、あったあった。となりますと、大足元下の方から熱風出てまいりますので、やけどとなさらないよう、窓側のお客様、カーテンは閉めたままでお願いいたします。あちゃんが無事にバス乗れたみたいなんで寝ます。おやすみなさい。えい。また火事橋駐車場内大変危険です。バスの前に出られますと、バス通報となっております。天気悪い、ひどいな。これ私が雨女なのかもしれない。あったー、ここだね、リップラウンジ。できたので、今回ね推し活3つ大きく分けてあるので、とりあえず1つ目に向かっていこうかなと思います。あーでもメイクできるのめっちゃありがたい。結構時間も潰せたし、よかった。ちょっと駅でお土産買っていこう。ありがとうございます。まだ顔結構腫れてるんですけどね。とりあえず、ね、今日はもう編集の1日なんで、それ行きます。
多分ね、今頃ね、あーちゃんはきっと満喫しているでしょう。よいしょ、よくないぜ。おお、めっちゃメガネ、めっちゃメガネ反射してる。シンジ、エヴァに乗れ。よいしょ。着いた。楽しみ。今からね、今年の冬くらいに公開されたネットフリオリジナルのシティハンター見に行きます。なんかね、映画館で2週間限定で実写しててどうしても来たくて、大阪はね、この間遊びに行ったついでに衣装展示とかもあるから見てきたんですけど、映画はね、こっち東京でちょっと見ようと思って、なんか普通にね、そのまま名古屋から飛行機乗っちゃってもよかったんですけど、東京からね、乗った方が安かったのと、せっかくだから来れると思って来た。朝一だったらね、見れそうと思って。どこだ。こっちかな。土地感が全然ない。おお。こっちにあるっぽい。いやもう劇場公開おめでとうございます。いやー、これてよかった。もういろんな角度から写しとこう。めちゃくちゃよかった。もうメイク意味あったんかぐらい結局泣いた。見れば見るほどもう細かく、本当に細かくね、シティハンターの世界が作り込まれてて、めちゃくちゃ面白い。シティハンターのね、前世紀に私は生まれられなかったけど、この時代にね、こうやって復活してくれてめちゃくちゃ嬉しい。グッズとか最近めちゃくちゃ出てるから、本当に、はあ、幸せ。はあ、幸せ。皆さん、これを見てお気づきでしょうか。そうですね、スローモーションで撮ってしまいました。最悪だ、本当に最悪。もう本当に気づいたらなんかスローモーションになっとんすよ。なんかボタン間違えて押しちゃってて、何度目でしょうねこれね。とりあえずお昼ご飯をね、スーパーでね、ちょっと食材買ってきたんですけど、すげえ雨降ってたみたいなことを言ってます。これは多分、うん、めっちゃ濡れたもんみたいな話してますね。でこの時はやっぱ俺たちなんか雨降る夫婦とか言われてるけど、あーちゃんが雨女説じゃないみたいな話をすごいにこやかにしてます。パスタでも食べようかと思って、ダイエットもね、もう終盤も終盤なんで、もうクリームパスタいっちゃおうっつって。ちなみにね、 YouTube では結構ジャンキーなもんばっか食ってるんですけど、あーちゃんしっかり家では主婦してくれてるんで、今回もね、俺のためにね、お味噌汁とかちゃんと残してくれました。感謝。白菜切って、鶏肉切って、パスタをね、男一人で作っております。まあ、こんなもんよ、男のご飯なんでね。煮立ってきたらね、こんな感じでよく加えて卵の黄身なんかも入れちゃって、盛り付けたら冷蔵庫にあったもんぶち込んで、白菜としめじと鶏肉ぶち込んだクリームソースと、あと作り置きしてくれてた味噌汁でお昼ご飯です。ご飯はめっちゃ美味しかった。そして午前も午後も相変わらずパソコンと向かい合ってましたとさ。カン、もう寒い。うわー、すごい。気温全然違う。函館に来ました。ここに土方くんもね、ちゃっかり。いや、いつぶりだろう、半年ぶりぐらい、まだそんなに経ってないような気がする。いやー、めっちゃ嬉しい。今回ね、この函館に旅もね、間近の状態でこうちゃんにごめんって言って来た理由があって、土方さんのね、資料館があるんですよ函館には。まあミュージアムみたいな、今年閉館するそうで。そうで、もう聞いて速攻これは行かなきゃいけないと思って、何度か行ったことあるんですけど、もう、うん、最後ならやっぱり、うん、行っておきたいと思って今回結構しました。いやー、来れちゃってよ一人で、びっくり。
なんだろう、いろんな国にさ行ってきたから、そりゃ行けて当たり前かもしれないけど、どこかやっぱ私には無理なんじゃないかみたいな気持ちがあるから、いつも嬉しい。これってもう今日は起きて東京の地を出発するところから楽しむんだと思って意気込んでたんですけども、出発には寝てた結局出発には寝てて、気づいたらもう手前だったまあでも無事来れたのでよしとしましょう。はい、まあ結局ね、天気はあいにくの雨なんですけど今回はね、函館に友人がいて、でその友人が泊めてくれると言ってくださったので、ありがたく泊めていただくことになりました。いや本当にありがたい、めっちゃ嬉しい。はあ、嬉しい。ただ寒い今日が寒いのか、もうすでに函館が寒いのかわからないけど、とりあえずね、友達がお仕事終わったら迎えに来てくれるので、それまで充電しながらね、ちょっと英語の勉強でもして待ってようかなと思います。うわー嬉しい余裕余裕、こーちゃん今頃何してんのかなお迎えありがとう、久しぶり、お邪魔します。よいしょ、わーい、ラッピラッピー、ラッピラッピー。わ、これですよ、ご当地熱愛グルメ。いや、やっぱラッピはね、ちょっとラッピに連れてきてもらったんですけど、やっぱここだけは来とかないと一発目。おー、すごい函館を感じる。おー、あもう一回、もう一枚、もう一枚、甘いこれはすごい近藤に悪いな、こんなきっと今一人で野菜食べてるわ、すまんな。こんちゃん見てるもうちょっと上、もうちょっと上だ。近藤どうだ、こんちゃん見てる絶対今編集しながらうわって言ってます、見てる出てるのかな。できてる、できてる、できてる本当に見ないもん。夜になりました。相変わらず設定に気づかずスローモーションで撮り続けておりますおいや、気づいてくれ、頼むから、今日はもう仕事終わりっつって夜ご飯は作り置きしてくれてた味噌汁を食べ、肩甲骨をね動かしながら映画を見ております本日唯一の楽しみですね、これが、まあ、映画めっちゃ好きなんでね。あとやっぱりね、肩がどうしても凝るんすよ、パソコンやってるから、ずっとだからこうやって肩甲骨を動かしてると、ちょっとねお疲れの様子ですが一日お疲れ様ですね。はいはい、映画自体はね、ランっていうね映画を見たんですけど、まあ、ちょっとハラハラドキドキ、ちょっと刺激が足りない一日だったので、今日は設定が斬新で、もうずっとなんかおおおおみたいな緊迫感がある、90分で見れる映画、そんな感じで1日目終わりましたというところで、私は寝ます。それではおやすみなさい。1日目終わり。しじみの力でお見かしましょう。あーすごい、これ2匹取れた、ほらおー来たー来たー、うわーかっこいい。道路があるから通勤とかする人もこれを見ながら、土方さんを見ながら通勤できるっていう、最高すぎる。わーかっこいい、え、めっちゃかっこいいやん、めっちゃかっこいいやん、やばい、ダダン、土方歳三函館記念館、ここです、ここが今回の目的地、ここに来るために函館に来た。あー、もうシルエットがかっこいいわ。いや、ここに初めて来たのが日本一周中、そう日本一周中、かっこいいかっこいいよ、日本一周中に初めて来て、もうすごい嬉しくて、で結構函館行くたびにね、ここは来てたんですけど、そう閉館しちゃうそうなので、もう最後にねお別れを言いに行ってきます。わあ、一本木関門がお出迎え、わあありがとう土方さん
あはい、おはようございます。2日目の朝です。そうですね、まだスローモーションだということに気づいておりませんか。まあいいでしょう、もう今更、今更はもうね。今日はね、朝6時に起きて、ちょっとね、めっちゃ寝起きなんですけど、とりあえず顔洗って編集していこうと思います。ちょっと朝からね、用事でお出かけしに行かないといけないから、とりあえず朝できる男は朝から働くというところで、このとりあえず朝からカタカタやっております。ちなみにこのアフレコ、二度目で撮ってるの今。アフレコすらもさっきスローモーションで撮ってて声入ってなかった。そんなことある。というわけでちょっと時間が来たんで、ちょっと着替えてね、用事行ってきます。今多分ね、これ顔腫れてるけど、ええのかみたいな話をしてると思います。そう、まあ、しゃあないというところで、ちょっと車に乗って、愛知県は安城市まで行ってきます。じゃがいも突き刺さってる。かわいい。これ、美味しいな、これ。これ？あ、美味しそう。ハンバーグだ。わー、いいですね。このジャガイモが美味しい。ジャガイモ美味しい。楽しみ。付け合わせすら美味しいというね。きたー。わー、すごい。めっちゃ美味しそう。わー。美味しそうですね、土方さん。うわはー。わー、美味しそう。もう美味しいの。もう美味しい。わー、美味しそう。あ、湯気が。湯気が。どうですか？うまっ。じゃがいもの子。これ買う。芋。すごい遠目からでもすごい視力検査できそうな芋買います。これかわいい。いいね。やばいと思う。あのカメラ越しにでも芋が視力検査。いいね。というところでお昼ご飯です。お昼ご飯です。昨日ね、夜 LINE してて、あーちゃんと、ラッピを食べに行ったっていうね、情報を得たので、ちょっとそれはずるいぞと、ずるいずるいと思って、せっかくね、お出かけしてるから、うまいとこ行く。ご覧になられますか？左手に見えるお店。ご覧になられますでしょうか？あそこが今日の会場です。そしてね、この店に駐車した時に、ようやく気づけました。ちょっと今気づいたんですけど、僕ずっと設定間違えて撮ってました。あー、またテレコ背中めんどくさ。あー、ずっと喋ってたのに、なんかずっと2倍スローで撮ってたみたいで、はい、そうね。というわけで着いた。マルゲン。お、マルゲンって今日本中にあるじゃないですか。ここ三河安城店が1号店らしい。もう初代よ、初代。元祖。俺は気になるわ、さすがにな。俺肉そば好きやから。やっぱり元祖は多分違う気がする。チャーハンセット一択でしょう。増量だ。いけ。きたー、野菜肉そばだ。これマジでうまいんだよな。お願いします。はい、チャーハンも来てしまった。マジランチ時はこれが安すぎる。この麺と肉ともみじおろし、大根おろし、これがうますぎる。いくらでも食えるわこれ。いやー、すまんなあちゃん、これはね、これたまらんわ。悪いね、あーちゃん。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。わー、食ったー。うまかった。やっぱ1号店は違うわ。うん、なんかすさまじかったね。うん、雨降ってきたぞ。北海道晴れとんのかな。あーちゃん大丈夫かな。雨だぞ、雨。とりあえずね、4時もお昼ご飯も終わったんで、今からまた家に帰ってね、ちょっと仕事します。めっちゃ雨降ってきた。なんででしょうか。何
んででしょうね。なんででしょうかね。ずっと雨、私がいると。さっきまで降ってなかったのに、急に土方さんのとこ行くっつったら雨降ってきた。あったー。あー、お久しぶりです。いいね、ありがとう。ここ気になるね。すごいおとなしいね。ペレット本当におとなしいんだね。お花みたいな。めっちゃいそう。めっちゃいそう。うん。え、こんなとこで見てくれるんですか。もう食べちゃった。撮影するの忘れてました。あのウニは結構苦みが強いやつが多いってイメージだったから、ウニなって思ってたんですけど、いや絶対食べた方がいいよって言われて食べたらめっちゃ美味しかった。2貫目めっちゃ美味しい。北海道のウニすごい。いやどうしよう、一口で食べようかな。いっちゃいもったいないね。わさびいらない。本来の味がこれ。大丈夫か。やっぱりね、北海道といえばセコマですね。これは大好きなセコマのメロンサワー。やっぱ北海道といえばセコマみたいなとこあるからね。おいしそう。うわぁ、めっちゃいい匂いする。ニンニクですよ。これがないと北海道は始まらないし終われない。おー、これが一番だよ。私たちの中では、そうだね。あ、私だけだけどね、今日は。まあ、私だけなんだけど、命のパスタ。いただきます。うん。うーん。うまっ。うわです。明日はね、オフだしね、あーちゃんもね、帰ってくるので乾杯。あー、今日はゆっくりお風呂入ってね、映画見て、ゆっくり過ごします。アナキン、アナキン、いや、すごい良かった。あ、めっちゃ心温まった。最近人が死んでばっかの映画見てたから。すごい良かった。旅が好きで心温まる映画とか、優しい気持ちになりたい人をぜひ。ふわ、それではまた明日、おやすみなさい。よし、明日オフ。久々に函館奉行所も入ったんですけど、よかった。いや、もうね、なんか歴史上人物が好きな人でも、多分三次元が好きな人でもそうだと思うんですけど、本当にいた場所、あの聖地巡礼に来ると何が楽しいって、なんか、あ、その人が本当に生きてたの実感するというか、あ、きっとここでもしかしたら俳句をここで楽しんでたんじゃないかなとか、なんかワンチャン残りか残ってないかなみたいな。放送しながらね、こううろうろすることができる、なんか同じところをね、こう歩いたんじゃないかなみたいな、絶対ここら辺は歩いてるはずだよな、だってここ通らないとだしなみたいな感じで、そう考えながらこう歩くのがね、楽しいんだよね。ちょっと早いけどね、ずっとね、行ってみたかったところがあるので、そこにね、ご飯食べに行こうかなと思います。わー、ここだここだ、五島軒。これですよ、これ。土方カレーが食べたくてきた。これ他のカレーにはたくあんついてない。土方さんがたくあん好きだからじゃない、ついてるの。いきー、
行きか。いいね。土方カレーですよ。いただきます。めっちゃね、濃厚、ドロッとしてる感じ。全然起きなかった。わー、来た。お願いします。ありがとうございます。わー、すごい、土方くんのタクシーだーわー、内装土方くんだ。すごい、かわいい。ファンなんですか？あ、そうです、はい、ありがとうございます。あ、土方くんいる。これは、はい、ここに売ってるんですよ。あ、私も持ってて、あ、そうなんです。あ、土方くん、よし、バッチリ。危なかった。1時間搭乗時間間違えてて、もう場所直結空港にしてもらって、タクシーでギリギリ着きました。あ、よかった、土方くんタクシー乗れたし、運転手さんめっちゃいい人だった。いやー、もうちょっと痛かったなまた来ます。とりあえず帰って、まだオタク旅は終わってないんで、はい、とりあえず搭乗待つか。キャンプです、キャンプ。よし、最近ずっとね、あのパソコンとひたすらにらめっこしてたから、今日は満喫してね、肉食うぞで、帰ったらあーちゃんがおそらくもう家にいると思うので、今日はとてもいい日。よし、じゃあキャンプね、行ってくるんですけど、俺がキャンプしてる間にあーちゃんが先に家に帰ってきちゃうから、エレンにちょっとエレンにお迎えしてもらおう。帰り、オッケースピード感悪い。下手だな。セセリ。おい、セセリ。セセリ。着いたー。帰ってきちゃったー。はい、来ました。というわけで、ラストのオタ活、ゲゲゲの鬼太郎です。鬼太郎見に来た。前回ハマったんですけど、めちゃくちゃね、なんかすごい人気だったみたいで、今回リメイク、ちょっとだけリメイクされてするみたいなので、入村してきました。泣いた、めっちゃ泣いた。もうやばい。え、ってしかも、あの入村もそう、すごい、もうね、本当にあの救いがない。おー、鬼太郎は救いがない、本当に。そしてもうね、あのね、これ本当に偶然なんですけど、あの今日ミッドランドで昔やってた映画のシティハンターが上映されてて、上田アニメ映画祭って、あの上田さんが作ったあのシティハンターのね、映画祭が、そう、今回してたんですよ。で、それで私知ってて、あさって行く予定だったんですよ。で、して、あの、あさって行くから今日は鬼太郎を見に行ってたら、そのプロデューサーさんがいて、サインもらった。びっくりした。え、もうだから鬼太郎を見に来て、あのシティハンターのプロデューサーさんがいて、もう頭パニック、もうパニック状態。もう完全に運使い切ってるわ、私。こんな偶然あるとは思わなかった。カホーやん。これ私が初日に着てた服。カホーになっちゃったよ。余韻が、いろんな余韻が冷めない嬉しい、やばい、もう暑い暑い暑い。ただいまじゃー、おかえりめっちゃ野球丼持ってた。あー、どうだった、ちゃん。いや、楽しかったよ。楽しかった。父ちゃん、我が家に家宝が増えたんだよ。家宝が増えた。違う、買ってない。おいちゃん、どうだった。うめえもん食っちゃった、いろいろ。おいしい、おいしい。
いや負けませんよ。私ね、2巻も食べたんですよ。マジでよ、うおい、マジでよ。というわけで、はい、以上です。いや楽しかった。楽しかった。あ、明日から働くわ。いっぱい遊んできた。あ、めちゃくちゃ遊んできた。いいね、一人旅。よかったか。楽しかった。いいね。まあ、一人旅っていうか、まあ、生活。というわけで、はい、バイバイ。雑じゃん。もう眠たいよ。